こんばんは、こんばんは。んー、なんだこれ。バイキンバイキンありがとう。こんばんは、こんばんは。さくらちゃん、私今日誕生日生まれた。おめでとう。最高に素敵な日だね。おめでとう。テストどうだったやばい。<laughs> やばいよね、そんなの。 まあまあまあでもまあいけますわ乗り越えられる今日はあでもなんか英語はまあまあできた気がするコミュニケーはできた明日はね「数二と「公共」「こんばんさくオレっちだオレっちー!」 かわいいでしょこれなんだかかわいらしい明日サイン届くのかなえっねなんかいつもさ前日に届いてるよねみんな楽しみにしててねーこんばんはこんばんはイトありがとうハートありがとうこんばんはこんばんはもうダメだダメだ 今人に伝えることの難しさに葛藤してるよええー、そうなのまあまあまあ伝わ言ってもね伝わる人と伝わらない人がいますから、まあ、そこは乗り切りましょう <laughs> わかんないけど頑張ろうね虫あ違うバイキンありがとうハートありがとうサイン手形抽選会の発送通知きた楽しみです 届きますよ皆さんということは楽しみですねバイキンありがとう前髪切った一本切りましたすごい天才ケイトありがとうモカにデレッキなん可愛いでしょサクの水飲みに来たのでもすぐいなくなった。 わざわざさ自分のお水があるのにサクの水飲むんだよかわいいでしょママ<ん>お水変えてうん、うん、ごめんねモニ変えちゃうよちょっと大丈夫さ大丈夫だよ代わりにサクちゃんがモカちゃんの水飲む <laughs> やだ <laughs> やだ 交換するのの制服の目すんごい広報だって大丈夫だよ見つけるからドラはいいドラマいい,なドラマい,いだってさ「<ん>アイアムドラえもん」みたいなさあるじゃんサンリオの試験終わりましたかまだなんですよね明日もあさってもある木曜日まである ありがとうかわいいウッドラだよ飲まないでねもかちゃんもかわいいありがとう課題を責任をわらすのはえらい夜はもうやっぱりねやる,やる気なくなっちゃうから先にやりましたよね お誕生日おめでとうございますおめでとうございますハートありがとうさくちゃん今日も可愛いよありがとうなにこれえあ、わかったひな祭りのやつだひな祭りの電球ありがとうーハートありがとうスペースシャトルありがとうバイキンじゃなくてひな祭りのコメントあ、なるほど すいません梅金じゃないですわ本平糖でしたばいきにしては色が可愛らしいなと思ったんだよねハートありがとう進級できますか、うん、分かんないですまだでもまあまあまあ今のところできそうな感じはありますけどで途中に配信大丈夫大丈夫課題はやりましたのでね安心してくださいね ミノミノがすごかったよマジでゴールしてたんでしょハートありがとうサクちゃんテスト頑張ってまだあるんだよやだよーハートありがとうコンペイトありがとうかわいいありがとうハートありがとう数にも大変数にね数に大変ですわなちょっと積分難しい もかちゃんと一緒にもかちゃんと一緒に飲むのケイトありがとう今日も世界一可愛い世界一好き。ありがとう。ハートありがとう。ケイトありがとう。忙しい中頑張ってるさくちゃん偉いさんや。<laughs> ありがとう。さくちゃん姫ですね。姫でしょこれかわいいでしょ 結婚してありがとうするよーサイン手形届くの楽しみお楽しみにですねメッセージも書いたのでたくさんいつも可愛いありがとうカチューシャ似合いすぎて惚れそうですもう惚れてるから惚れ直すってことだよね明日楽しみだ楽しみ サイン届くけど明日は受け取れないから週末までお預けあそうなのお楽しみにだよ英語でビューティフルは特にビューティフルはもうたくさん言いましたからね何回もビューティフルビューティフルって言いましたからもう行けますよハートありがとうコンペイトありがとうサインというかお手紙楽しみです <laughs> みんなにねみんなにお手紙書いたのでね お楽しみにですよ楽しいもうまた書きたい早く次はいつ書けるのかなって楽しみですわカチューシャ似合っててかわいいありがとうコンペイトありがとうカチューシャは作のためにあるくらい,い似合ってて大好き <laughs> ありがとうやった サインと CD の明日の配送連絡来ましたお楽しみですね星に気持ちが伝わらない辛さを身をもって知りました伝わってるよ絶対にいっぱいね伝えてるのを知ってるから咲くはコンペイトありがとう皆さんティーンズユニットの投票よろしくお願いしますありがとうねいっぱいさあのツイートとかもしてくれてありがとう そう、明日の12時からねティーンズユニットのあの投票期間がスタートするので皆さん本当によろしくお願いします早速頑張りますのでたくさん頑張ってちゃんですかねそうですよおも香ちゃんは可愛いですよモニちゃんしょうがない可、ね、愛いいハートありがとう バイキンってトゲトゲのやつ <laughs> そうテロップこんばんはこんばんはさくえもんさくえもんさくえもんがいた JKT48 は 存じ上げて、あり、あの、おりますよ。杏ちゃんのいい声、決まって、お。杏ちゃんのいい声、みたいですね。夜寒すぎないよ、寒いよね。昼も寒かった、今日、風が。すごい。テスト一足早く終わったよ、おさくも頑張れ、ありがとう。お疲れ。テストお疲れ様、ありがとうね。 コンペートーありがとうアイラインかわえ可愛い,い？さくアイラインめっちゃ苦手なんだよねもう何回やってもうまくいかないこんばんはこんばんはコンペートーありがとうバイキンって去年も言ってなかだってバイキンみたいじゃないこのトゲトゲしてるさイラスト日の人形ありがとう ハートありがとう。テスト頑張る作く偉いさんだね。ありがとう。ティーンズユニットの詳細来たえっ、ー、そうなんですかティーンズユニットの詳細咲く ?7 人だっ、ね、て7人え1 7名。 7名です。月十、明日の正午12時から3月31日23時59分まで「愛のホログラム初回版に <laughs> ほ」に「う夫ふ,ふ,ふ,ふ <laughs> う婦」何これ <laughs> 何何何でこれ中に入ってるってこと入ってる <laughs> 入ってる特 <laughs> 典シリアルコード券に記載のシリアルコード1つにつき1票投票が可能です最終発表はランクインメンバーの上位7の名のみの発表となります 中間発表とかないってこと。えー、え、怖い。怖い活動に参加できないメンバーが出た。え、どういうこと。え、中間発表ないの。ないってことですか。これは。え、怖い。うんー。 あ,あるあるある,ある中間発表は3月10日を予定しております最終発表は4月6日だって3月31日に終わって4月6日だよ発表そよええー、その間のね眠れ,ない眠れない夜を過ごすよ、ね、怖い5日間も空くのありがとう 皆さんティーンズネットの詳細見ましたかにー見ていますかそう斜め斜めです斜めか こんばんは、こんばんはテストが終わったら三月で,で山村さくらプリンの販売ですねやっと食べれるさくたんはずっと JQ でいいよさくたん、三年生になるよ自分の絵さちを分け与えます欲しいハートありがとう結婚してありがとうするよ に水持っっててきてもらったけど誕生日え <laughs>、そういうことじゃないけど <laughs> 確かにいつもひ姫ですね家では <laughs> こんばんはかわいいありがとうこんぺいとうありがとうさっくからのコメント楽しみにしてる楽しみにしてて2日グランパス見に豊洲と行くのを忘れてて制服の目当選してしまったどっち選ぶのこんばんは サちゃんの初サイン届く楽しみやったね嬉しいさくのカチューシャになりたい人生でした <laughs> なれるよいつでもなれるよ数々のメンバーのサインあそっかいっぱいいるもんねどんなメッセージか楽しみで夜しか眠れ寝とる <laughs> さくちゃんはビューティオルとキューと掛け合わせてるねやった強いね震えない から待ってます待っててねー16日初握手よろしくね、えーありがとう楽しみコンペイトありがとう明日4日5日の到来だね初めましてできるといい、ね、えー、本当にお願いしますよーコンペイトありがとうなくなくトレード出しますあそうなのそっかでもサッカー取ったもんねサクラブに当選します、ね、また来てね絶対 さくちゃん、てんぜんに投票するね。ありがとう。本当にお願いします。七人千。出中で中間発表あり。さくは大丈夫で、ね、さくは。まあ、こういうのでね。うん。あんまり。なんか。なんていうんだろう。 頑張りたいってい頑張りたいっていつも思ってるけどなんかこういうさ投票企画は自分が頑張る,る自分がどうやって頑張ればいいか分かんなくてなんかみんなに頑張ってもらわなきゃいけない企画とかが苦手でなんかみんなにうん全部任せてしまうのが何だなんだ なんか心苦苦しくなっっちゃうかかららすごい苦手だったから今まではあんまりなんか「できたらあのよろしくね」みたいな感じで言ってたんだけどもう今回は本当にどうしてもなりたくて絶対にもう決意を固めているのでうんその何か負担になるかなってずっと思ってたから。 あんまりこういうさなんかみんなにお,お願い事って頼むのはちょっとあんましないようにしてたんだけど今回はね本当にどうしてもなりたいので今回ばかりはお願いします皆さん作に力を貸してください。投票するるるねね頑張ってありりがとうでできる時は、ねうん、できは限り たくさん配信とかしてメールもたくさん送ってできることが今の策にできることは配信とかメールとか講演で頑張るとかそういうことしかできないんだけどそれをもっともっと今までも頑張ってきたけどもっと今まで以上に 公演ももっとレベルアップできるように頑張りたいですしねあと配信はなんかできてない期間もたくさんあったからあんまりたくさん頑張りたいので皆さんね来てくださいね配信もメール返信も待ってますからねさくのサインとコメント楽しみすぎてニコニコなんですわ楽しみにしててね お昼辛いけど美味しいラーメンあ見た辛いえでもねわかるよ辛さもね美味しいんだよねさくの辛いって台湾まぜそばでギリだからハートありがとうケイトありがとうさくちゃんの時間がないも楽しいめっちゃ緊張する本当に緊張する楽しみ頑張るよ結婚してありがとうするよ こんばんはやっと配信に来れたでありがとうハートありがとう封入封入でした <laughs> そうですハートありがとう中間ありありましたすみません厚さ書いてほしいありがとう嬉しいそうやって思ってもらえるのが嬉しい十八名から七人こんばんは寝てください さく、はい、ちゃんガチ,なガチですよ本気ですよくは期間1か月だから投票期間長いの、ね、そう結構長いですね長いのかなこれって分かんないこういうさ投票企画初めてだから分かんないとにかく投票する、えー、嬉しいありがとうさくに全量投票本当に言ってるそれ本当に サクちゃんガチ入りたいみたいなどうよろしくお願いいたしますありがとうねいっぱい本当にありがとうさくのお顔を見てたから今ここです <laughs> いいんだよそれで僕も投票するのありがとう絶対入る絶対入りますよ桜部になったかもなったかも <laughs> くちゃんは偏差値85の平均点満点だから大丈夫 <laughs> あれそそんな高いんだじゃあ大丈夫だこんばんはこんばんは台湾からありがとうございますこんばんは台湾まじそば大好きです1ヶ月間ドキドキうん当にドキドキする怖いずっと怖い思いして過ごすの。 緊張する。表記のついてる cd はお店で買えるんでしょうか？え、お店で買えるのかなえー。ちょっとそこあんまりわからないんですけど、誰か教えて。あのお店で買えるんですかね？ネットだけなんですかね？こんばんは。さくママとさきちゃんの声似てますね、えー。めっちゃ言われる。 棋譜は今週アウェイで大宮アルリージャさんと戦いますおどっちが今は強いんですか順位的に勝てそうなんですかね頑張ってほしいね棋譜今日も元気に投稿しましたありがとうママからすればティアラ知ってなくてもさくちゃんはプリンセスえそうだよねそうでしょうママに。 4日の到来今日だと思って勝手にドキドキしちゃう明日なんですね山村桜プリンいっぱい食べてティーンズユニット投票するありがとうやった数々のメンバーのサインが届きますそんなにいっぱいいるの何人だ1 2 3 4 5 五人ぐらい、六人？誰ですか？昨日テレビおかぎおこので山村山村プリン出てた。ええー、そうなの？すごいどんどん人気になっててすごい山村桜プリン食べてサク応援しようありがとう。 時間がないのサク劇場で見れますよねめっちゃ楽しみだけどめっちゃ緊張するけどめっちゃ楽しみ <laughs> 今回応援するよ投票するありがとう投票権難しいよねまずさくちゃん笑が,が笑顔で言ってくれることが大切だと思いわかりましたさくちゃんはそうねなんか言わねを吐かずに前向きに頑張りますよさくが頑張りたいって言うたから サポートするのがサクラブのみんなだよ嬉しいありがとううんサクラはもっとサクラブに甘えていいだよありがとう嬉しいです本人にパフォーマンスしてアピールするのが一番ですね もうちろんしっかり言葉にしてこまめに伝えたりたくさん伝えますたくさん投票するありがとうなんだろうこれ <laughs> ひな祭りの電球みたいなやつありがとう音符ありがとう大食い配信は何食べる <laughs> やるの何食べるだって大食い配信よりさ普通に あの美味しく食べた方がいいよって言われたからハートありがとう魅力だけどさっくんティーンズユニットにしてあげたいよー <laughs> ありがとうねさくちゃんはもう無理しすぎないでね全然無理してないよありがとうハートありがとういっぱいメールしてくれていっぱい顔にしてくれるからできる限りり背中を押すねありがとう 最近メール返信早め早いねっあの、ちょっとさ、追いついてきた。リアルタイムに。<laughs> 嬉しい。配信でどんどんアピールし、アピールします。さくちゃんのできることは、より多くの人をメロメロにさせちゃうことだよ。<laughs> 頑張るだよ。ハートありがとう。前回も1ヶ月あった。あ、そうなんだ。最初の帽子をうまく抜けますよえ、あのさ、 リハーしときにさもう帽子が浮いてきちゃうんだけどさすごいやばい大ピンチ帽子取れたことないんでしょ今まで誰もありがとうお店で買えるようだってお店で買えるみたいです初回版ならセブンネットで予約してセブンネットでも買えるらしいです「サクッピープラス1人応援するしポリよ」って言われそう <laughs> 誰プラス1人は誰なの 初回版などでお店で買えるようだってぜひお店でもう買えるみたいです。通常版と間違えないように初回版です。可愛い,いありがとう。紫ラプリン通販で申し込め申し込みました。一生さくも。こんばんはこんばんは。 僕しか買ってないよありがとう前回はそのあとまで発表したからどうかあそうなのえー、6人正解えやった当たった桜部 <laughs> の皆さん教えてくれてありがとうお店で初回版買いますありがとうおいらでおいら おらありがとう頑張って投票するからねありがとう先輩メンバーはさくらちゃんの笑顔がかわいいって言ってますね嬉しいまやさんがあのこの前のビューティフルヒロの時に終わった後になんか制服の目見てめっちゃ可愛いって思ったって言ってくださってめっちゃ嬉しかったですハートありがとうこんばんこんばんはピノ再チャレンジです、ねピ ミノはさ <laughs> 一回やったからさもう届く何とかは全部さくちゃんに投票するありがとう美味しく食べてる配信え何食べたらいいかな欲しいありがとう1分自己 PR の YouTube 見てえ上がってるのもう見たみんな11けどゆうねちゃんちでタコポ配信するしかないえゆうねちゃんちかなきょうちゃんちにしようかなって思ったんだけどゆうねちゃんちでもあ信 インゼルタなんだろうこれ不動票をどのように取るかが勝負だから公演頑張って不動票不動票ですか頑張ります不動票って何だろうまたチャレンジ配信やりますか痛 <laughs> いだって何ココイチココイチねくさくうさん今までさいやでも辛かったけど 甘口しかやったこと食べたことなかった普通もさ結構辛いじゃんココイチってだけどこの前食べた時なんか配信で2辛いけたから1辛は余裕でしょって思ってさ1辛にしてみたんだけど普通に辛かっただからさ2辛頑張ったんだなって思ったね特にメロメロです嬉しいコンペイトありがとう だるまありがとうテ天然レッドは絶対さくちゃん入ってほしい嬉しいそうやって思ってくれてさくも実は少なめになってるから見習ってます <laughs> そっかそうださく最近ね頑張ってあのリアルタイムで読むようにしているから一緒だねこんばんはこんばんは桜開花に合わせたような期間だね桜サけが桜ブルームでもそうだよ素晴らしい期間だ クサクティーン,ゼンネットあえハッシュタグハッシュタグさあ作った方がいいよって言われたんだけどさどうしどうしようサクただでさえさあなんかサクラブメールサクとごはんなうさくラブルームとかなんかいっぱいあって紛らわしいかなって思ったんだけどどうですか皆さんなんかありますかティーンゼンネットでハッシュタグ作った方がいいと思う星しいありがとう山村桜プリン届くな の楽しみねっひかわい版は枚数限定だけどアマゾンが安いえっそうなのアマゾンが安いらしいです。山紫ラプリン、さくちゃんのサイルムカラーが散りばめているらしいね。そうなの。めっちゃ嬉しい。ペンライト、ありがとう。まずは台湾までそば食べましたえ、食べたい食べたいそんなんさ、ただのさくの自己満配信じゃん。冷やし台湾までそば 固まっった状態でってことしや,やばくないそれは勝ったってあれはカチカチだよね結構京ちゃん違だねえょ京ちゃん違がいいよねえでもみんなのお家行きたい京ちゃん家も行ってゆうねちゃん家も行ってくろみんちも行って,行って,行って終わり <laughs> 山村桜プリン食べるれいし、あ、いつ届くんだろう。届いたらやろうかな。あ、桜バイトがなった力の表、不不動表ですね。そういうことね。大事ですわ。いいなって思ってもらえるように、今夜も頑張ります。 きょうちゃんちはキッチンが盛れるらしいのできょうちゃんキッチンにさくちゃん当時えそうなのえきょうちゃんさでもさキッチンから配信してないよん、ね、こんばんは,んばんは家の野菜をたくさん入れたカレーに批判入れて食べましたえ美、ー、味しそうなんかさ批判がないからさあのこうやってこうやってくるくるするさ黒の黒胡椒をかけて食べてみたんだけど台湾ままそばなんか美味しさ倍増 批発でも食べてみたい一番綺麗なメンバーの部屋からえーさくの部屋はダメさく <laughs> の部屋さくの部屋ないしさくの部屋はないからできませんうん慶應 <laughs> ありがとう辛そうなのは見たくないかな優しい優しいですね リアルタイムのさくちゃん三3倍素敵ですやった名前がさくらだから絶対ユニット入れるえー、そうなの <laughs> そうなのさくちゃんは絶対入しい嬉しい,嬉しいプリンに投票関係ないですよね桜 <laughs> の季節に桜咲き可愛い,い あご清聴してくれたありがとう。嬉しい。あの PR 動画上がってるので皆さん見てください上がってるみたいなので YouTube ですよ皆さんたくさん見てね絶対見てねお願いしますよ本当に <laughs> たくさん見てあの「さくの PR 見てね」ってやってください。 でらいしどうしようみんなすごく素敵なハッシュタグを考えてくれるええ投票してくれないとさくちゃんも泣いちゃうよ <laughs> ハッシュタグなの配信終わってから見てね配信終わってから見てね今はダメだよ さくちゃんの突撃十一期の晩御飯でみんなのご飯をみ,みんなの晩御飯をリポートおいいですねこの企画さくちゃんが突撃してみんなのおちにみんなのおちから配信え、桜咲らシンプルでいいありそうでも被ってそうなんか 3月中はく楽しいですえ四4月もさ5月も6月もずっとでしょこんばんはこんばんは1枚1票そう1枚1票なのであの2人とか2人とかだったんでしょ前は1枚2一 ?1 枚2票だったんだよね今回は1枚1票なので絶対にさくにお願いします11件みんな散らかし屋さんなそうそうそう 家はそんな綺麗そうなイメージわかんない11がいる楽屋は本当にもう大暴れ11で一番綺麗なお部屋はえー、誰だろうリーナとか綺麗そうなんかそんなイメージ桜咲くってことは東角ですかそういう意味を込めてね 動画見に行こうでしょう今じゃないよ終わってからだよ <laughs> こんばんはみんなが作る晩ご飯はさくちゃんがひたすら食べ回るっていうえっとそれありめっちゃありみんなさくのために作ってほしいなきょうちゃんはねあんま自炊とかしないって言っただからでも自炊する人くるみかりーなぐらいじゃないくるみもあれだよね スイーツとかお菓子作りだから甘いもん食べたくなったらくるみんち行ってご飯食べたくなったらリーナんち行って <laughs> で遊ぶためにきょうちゃんち行ってで安んの家でのんびりのんびり過ごしてでゆうねちゃんちで最後にみんなであのあ、まあ、きょうちゃんちできょうちゃん寂しそうだからきょうちゃんちで。 あの6人で集まりたいんだよねいや散らかってそうえなんかでももの少なそうなイメージ結構「中1の楽屋はゴジラが通った後みたい」と言い過ぎ <laughs> 言い過ぎだよそれまあ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 、まあ、そうですね確かに何かすごいね使ったら使いっぱなし そうメイク道具とかもうバーってバーってやってとりあえず置いといて本番出て帰ってきたらもうぐちゃぐちゃみたいなそうなんかギリギリ行動が結構ギリギリ気味だからギリギリまでメイクして焦って片付ける時間がないからそのままにしちゃうみたいなしょうがないんですよ。 ご飯でもデザートでも作れそうじゃん食べたいよさくちゃんの居場所がリビングならさくちゃん家が一番綺麗なのでママもありがとううんうん全然 <laughs> 全然晩ご飯食べましてえ食べたなんかキーマカレーのビーフシチュー味版みたいなやつめっちゃ美味しかったもし誰投票するか迷ってる お宅の方いたら全力でさくちゃんに投票するように勧めるねありがとうめっちゃ嬉しいみんなが作る晩ご飯を欲しい5つで評価してあげてそんなのみんな5つだよもうさくのためにね作ってくれたもんならその心意気だけで欲しい5つでしょう嬉しいじゃんそんなの勝手に <laughs> 勝手に言ってるけど食べるせまさくは作りませんよ みんなののうちもあるさくちゃんを逆そうえー、かわいいえどうしよう迷っちゃうちょっと考えますね恐ろしいほどで上機の家はしごするみんなのおうち行きたいしみんなと遊びたいしみんなとご飯食べたいんだもっとゆうねちゃんちは勉強えそうなのかな見てみたいザックの役えかザックさんはザックさんはねうん 食べる係はもちろんなんですけど、何しよう？あ材料とかじゃ買ってきますね。作るのは全部お任せします。最近サイリウムの色が勝手に変わって困っていますえ、それは意図的にじゃなくて勝手に変わっちゃうの？ジュの楽屋裸足で歩くと危ない。あえね。床は床は大丈夫なんですよ。机の上とかがちょっと。なんかわーみたいな。そう,そう出しっぱなしなんですよね。 から、うん、歩くのは安心してね「きょうちゃんちのベッドに6人で寝ようケンタのビスケット6人で分ける依頼のます。え懐かしい懐かしい!懐かしい」さあのさケンタのさケンタッキーのこのさビスケットってわかるあの丸のやつねあのちっちゃいのを6人で分けたの懐かしい! <laughs> い」リハーサルの時にねあ頂い,いてケータリングで。でも1つしかなかかなったから しかも6人部屋で6人だけで楽屋を使わせていただいてそうもうなんか和室みたいなところでみんなでねなんかちゃぶ台みたいなところに座って食べましたわ懐かしい楽しい本当に十機の楽屋配信やばい <laughs> もうすごいさすごいね家みたいに荒らしちゃうからねあずさくまじ でユニットみたたたいいやりウィアー,ーでさたくさんココイチ一緒にできたのがすごい楽しかったからまたやりたい全然とまあまあまあ汚くはないものが多いみんなのお家をお掃除してもらうえやだやだやだ <laughs> それならさくのお家をお掃除してほしい。 アバイク配信さありっちゃありだけどさ本当にあの見せれるスペースが少なすぎてちょっと家うんまさく自分の部屋がないのでリビングでやることになるからなんかねすごいんですよ <laughs> そんなみんなが思ってるほどね綺麗じゃないこんばんはこんばんは さくちゃんの PR 動いい PR 動動画画いいいになっていたねキラキラアイドルのさくちゃんに皆さん投票お願いしますさくちゃんは作らないさくちゃんは、うん、昔は中学生の時とかはおばあちゃんちであのお手伝いしてたコロッケとかお手伝いしてたけど、うん、自分で作ったことはそんなにないね山村家に誰を呼びたいえー あんまり見られたくないけど <laughs>。綺麗になったらいいけど。たくはメール返信で送ってもらったらどうかなあ。あメール返信とか、ハッシュタグ、サクラブメールとか、サクラブルームとかで、ひらがなでお願いします。で、あの、t e e n s ユニットのハッシュタグをぜひ提案いただけたら嬉しいです。お願いします。メール返信とかでも、さくに届くやつ。 サクは何でも見つけるのでサックだけでもいいサック考えてみたんだけどどうでもいいよケイトありがとうハートありがとう住居教師が多いから箱にしといていいえーいいけどまあ徐々にねサクになってくれたらいいなってサキちゃんも散らかし屋さんえサキちゃんも散らかし屋さん今日の泣き真似タイプだっても,もがちゃん来ないんだもんこんばんはハートありがとう ちゃぶ台,台を囲んで座って <laughs> そんなねそんなことしませんよヤンキーじゃないんですからさくちゃんの口からちゃぶ台が聞けるなんて「ちゃぶ台がいしーみたいなさあの何あのゲーセンのゲーム好きだったどれだけちゃぶ台を強くひっくり返せるかあとパンチーみたいな <laughs>。 ガキ大将みたいなゲーム大好きだった4日の K2 コイン当たったらケツなんだろうなんとかの覚悟でサクサイを振りますお願いしますね本当にハートありがとうサクちゃんに部屋を <laughs> 本当に本当にお願いします皆さん <laughs> サクちゃんの部屋が欲しいみんなの家を掃除してあって面白いものが出てくるか 調査してみてほしい。やだー。どうするの？こんなの？面白いもん。怖いですね。こんばんは。こんばんは。さくちゃんのよう、おいらが綺麗にするよ。ちゃんとゴミはおいらが持ち帰るから安心して <laughs> え。ゴミはないからゴミはないんですよ。綺麗だよ。でも物が多いだけ全部必要なの。さくちゃんのサクサクコロッケめっちゃおいしいよ。本当に！さくら部屋に。 桜部屋になてよ <laughs> これは本当の願いねここまでこの子に飛躍してほしいと思って思えたのはさくちゃんが初めてかもえー、めっちゃ嬉しい頑張りますけどもキャブ台に座ってハッシュタグ <laughs> どないィーンズユニットじゃないですよそれはさくこぶし怖い怖くない安全だよヤンキーじゃないよハートありがとう 中期6人でチャぶ台囲んでご飯と味噌汁の朝食を食べてる姿を想像したらな今 <laughs> 度ご飯と味噌汁だったら可愛いけどあのねケンタッキーを食べましたわ囲んでサクちゃんはチャぶ台には座りません <laughs> ハッシュタグにすることじゃないんよそれはサクちゃん1人部屋は苦手なんでしサクちゃん1人部屋嫌ですよだからももししできたとしても そこにいる時間は少ないと思うんですけどでも欲しいよね部屋はじゃあさくちゃんの家を片付けてさきちゃんの靴下を片方だけ持って帰るね何それ両方持って帰ってよさく <laughs> のちゃぶ台返し <laughs> あの皆さんディーンズユニットですよディーンズユニットですあのちゃぶ台は関係ないですからねお願いしますよちょっと待ってあのメール が13位ワンちゃんの方ありがとう12位は山村さくらちゃんの方ありがとう11位はうんあゆかさんの方ありがとう10位は UFO の方ありがとう9位は寝落ちの方ありがとう8位は丸の方ありがとう 7位は、うーん、何だこれは。ギターの方、ありがとう。6位は山村桜ちゃんの方、ありがとう。5位はツインテールの方、ありがとう。4位はアライグマの方、ありがとう。3位はマイメロちゃんの方、ありがとう。2位は、うん、うさぎ。 犬。白米の方ありがとう。一位は鉄拳の方ありがとう。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。こんばんは。ちゃぶ台返しスクショ。なに。ちゃぶ台返しスクショ作どうやって言ってたかな。いや、みたいな <laughs>。えーいってやってたね。 こんなんスクショできませんよ最後にスクショタイムよ。夜はーいしますよよしあ,ありがとうありがとううんふんふんうんふ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 ん鉄拳 ふんふんふん。<laughs> OK。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。皆さん、今日も明日から始まるリンゼルネットの応援をよろしくお願いいたします。本当にお願いします。3月31日までなので、1ヶ月間、ちょっと長めなんですけども、応援してくれたら嬉しいです。お願いします。ジャボダ返しーー。えい、ー。ありがとう。 ありがとう。モニー、おいで、モニー、最後においで。モニー。モガちゃん。モガちゃむ。 来ましたよみなさん来なかったとか言ってるよもうちゃん来ましたけどー来ましたよー <laughs> ありがとうモニーはいありがとうございましたバイバイみんなありがとうおかたんは泣きまねできますよえそっくりだってやった <laughs> バイバーイ バイバーイ。おにバイバイして。バイバーイ。ありがとう。えらいくんだね。バイバーイ。